はいどうも、100日連続100キロ挑戦、上山光弘です。でですね、今日はですね、こう、フォームをね、改善していくっていうね、動画の後半になります。で、前半見てくれました。ちょっとね、やってみて効果があったよっていう方はですね、よかったらね、コメントを書いてみてほしいんですけれども、まあ、全員が全員ね、効果あるかどうかっていうのはわからないんですけれども、ほんと手首を返すだけで、こう、軸の後ろでね、腕を振りやすくなって、こう、今度はですね、こうなんですか、下半身余裕が生まれてくるんで、今日はですね、その下半身の足の流れに関して、まあ、僕がですね、こういう動画を見てですね、こんな風にして違いを作りましたっていうのをですね、シェアさせてもらえたらなというふうに思います。でね、僕がすごく参考になったのがですね、ランタナチャンネルさんのね、タナーさん の動画があったんですけれども、それがね、めちゃくちゃ参考になりました。で、それね、また概要欄にそのリンクを貼っておきますので、そちらの方をね、ちょっと見ていただければなっていうふうに思うんですけれども、それをね、参考にして、まあ、僕自身がやったことは何かっていうと、本当ね、足の流れが僕ね、全く頭の中に入ってなかったんですね。ただただ足を出して走っているっていう中で、3つの動作なんだっていうことがね、僕すごい分かったんですよ。で、まあどういう動作かっていうと、まず、かかとを、まあ仙骨って言ってるんですけども、お尻で僕いいと思うんですね。お尻に巻き込むと。で、そっから持ってくる、持ち上げてきて、落とすっていう。この3つの動作で足の回転が成り立っているんだっていうふうに分かってから、本当にこうスムーズにね、足を出せるようになってきたんですよ。で、そのおかげもあって、まあ、僕ずっとヒールストライクやったんですけれども、ヒールストライクから、まあ、ミッドフットの着地っていうか、こう、土踏まずでしっかり着地できるようになってきたんですね。で、このね、ワークを、僕もね、常日頃からやるようになったんですけれども、本当にこういう感じで、これ僕も全然下手なんですけど、これを、本当僕日常の中でね、やるようになったんですよ。かかとをお尻につけるイメージでね、仙骨に当てるイメージで、上げて、巻き上げてですね、こっから持ってくる。で、落とす。こう。1、2、3。1、2、3。っていうのを、僕はこう、常日頃からやり始めたんですけれども、こういう動作ですね。これを本当に体に染み込ませるっていう。あとはね、まあ逆も、もちろん逆足もなんですけど。で、まあこういうことをやりつつ、普段、僕、駅まで歩くときとかに、これをね、意識的にこう取り入れて、こうやって歩いたりしてるんですよ。もう変なやつなんですけど、言うたら。これをね、なんかこう日常生活の中で、こう溶け込ましていくっていうか、そうすることによって、なんかこう、走ってるときに意識できるんですよね。で、僕ずっとこうヒールストライクになってたんですけど、ヒールストライクになってると、どこに違和感が出てくるかって、僕の場合は膝に来るんですよね。やっぱりずっとこう、慢性的な違和感が出始めてた時に、まあ腕振りの連動で足に余裕が生まれて、この回転することによって、まあ、かかと着地がですね、こう、本当に僕、真ん中につけるようになったことによって、膝の違和感が完全に解消されたんですね。なんでですね、ぜひね、この足の回転っていうのを、身につけてほしいなっていうふうに思うのと、あとはですね、これに関しては、あとどこに着地したらいいのっていうことに関してなんですけれども、僕もそのいろんなね、ランニングの動画を上げている方のですね、動画を見てですね、勉強してですね、これに関してはいろんな方がね、言ってるんですけれども、まあ本当にこう、軸があって、どこにつくかっていうのは、多分これまた人それぞれやとは思うんですけれども、倒れ込んでいった時に足が出る位置っていうか、多分ここが自分にとっての軸の真下着地になるんやろうなっていうふうに僕は思ってるんですね。こう、本当にね、こう、自分を一本の棒にして、倒れていくときに出るっていう、ここのイメージで走っていくっていう。なんで僕は5キロとか10キロ走るときに、ただこれだけを繰り返すランニングの日を作ったんですね。まあ、本当にこうやって、やって走る。また止まって。こうやって走る。また止まって。で、こうやって走る。っていうのを、こう、何回も何回も僕は本当に繰り返していく中で、自分のフォームにこう違いが起きてきたんですね。まあなんで、まあ、前半と後半をね、まとめると、
本当にこう手首の返しでしっかり軸の後ろで、腕を振るっていうのと、あとは足の回転っていうのは、まあ、3つのポイントがあって 1、2、3 っていうこの回転を意識するっていうのと、倒れ込んだ時の着地っていうのを、こう普段の、日常生活とか、あとはですねランニングの練習の時とかに入れ込むことによって、一歩目の、相澤さんからね教えてもらってた楽に長く速く走る動画の時のランニングフォームから、まあ、5キロのタイムトライアルのランニングフォームの動画にどんどん移行していったんですね。でまだまだね、もちろん僕もランニングフォームに関してまだまだ研究員のみなんで、これが絶対正しいっていう風な動画ではないので、鵜呑みにするのではなくて、一回ね僕が言ってること試してみて、もしね効果があったらね、すごく僕は嬉しいです。でこれからもですね、僕わからないことだらけなんですよ。本当にランニングホームで特に答えがないんで、自分にとっての最適解を探していくっていうね、最適解を探していくっていうのがこうランニングホームの追求になってくると思うので、もしねその追求のためにこう少しでもね、役に立ってくれたらね嬉しいなというふうに思います。それではですね、今日の動画はこんなところですけれども、今日の動画もですね面白かったとか、まだ見になったなっていう方はですね、ぜひ高評価ボタンとですね、あともうコメントが僕はですねとにかく嬉しいです。なんか僕がねシンプルにこうティーチングとかコーチングとかできる僕は身分ではないので、教えたりとか指導したりするってことはできないんですけれども、共にねこのランニング動画を見てもらってモチベーションを上げて一緒に学んでいく仲間にねなれたらいいなというふうに思いますので、よかったらコメントとあとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。で今日はですねどうもありがとうございました。